ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はアメリカで起きた人気 YouTuber による交通事故を紹介するぜ。まあ YouTuber とは言っても普通の人間なんだから、そりゃ車だって運転するし、事故を起こすことだってあるでしょ。それはもちろんその通りだが、今回の事故はそんな偶然起きた不幸な事故ではちょっと片付けられない内容なんだ。というと、実はこの YouTuber、道路を猛スピードで逆走して、対向車に正面から衝突したんだよ。道路を逆走して、それはなんというか、まともな精神状態ではなさそうだね。当然、正面から車がぶつかった凄まじい衝撃で、この YouTuber と対向車に乗っていた運転手及び同乗者は死亡している。なんとも旗迷惑な事故となってしまったわけだが、一体どうしてそんなことに。まずはいつも通り、事故に至る経緯から追っていくことにしよう。先ほども説明した通り、今回の事故を起こすことになったのは18歳の YouTuber の少年だった。あれ、思ったよりずっと若いんだね。SNS や動画投稿サイトの利用者の年齢層は、どんどん若くなっていっているよな。10代で TikTok やインスタでめちゃくちゃバズって、という話も最近じゃ珍しくない。むしろ、若い子の方が最近のトレンドとか言葉のセンスにアンテナ張ってそうだもんね。しかも、この少年はただの YouTuber じゃなかった。なんと登録者数90万人を誇る超人気チャンネルの配信者だったんだ。登録者数90万人？それはめちゃくちゃすごいね。対戦ゲームの実況から有名になった方でな。2014年2月にチャンネルを開設してから、順調に登録者数を伸ばし続けていたんだ。だが、それだけに精神的な負荷もかかっていたのかもしれない。精神的な負荷って？この YouTube チャンネルは、事故から5ヶ月前にスポーツカーを購入した、と紹介する動画を投稿して以降、ピタリと更新が止まっていたんだ。何か続けられない事情ができたってことかな。事故後の調査によれば、彼は事故の数日前から精神が不安定で、言動もおかしかった。自分は精神的にボロボロの状態である、ということを、事故を起こす数時間前に家族に吐露している。ご両親は、当時の彼の状態について、そう状態で錯乱していた、とさえ語っている。ああ。YouTube のチャンネル運営って、まあ結構いろいろあるもんね。何か、とまでは言わないけれど。その後、4時間ほどの仮眠を経て、突然家を飛び出すようにして車に乗り、逆走からの衝突事故を起こしたという流れだな。もちろん、この精神状態が YouTube に起因するものかどうかは分かっていない。全然関係ないところで、学校生活や仕事、プライベートの悩みだった可能性もあるわけだ。だとしてもさ、登録者90万人の YouTube チャンネルが全く無関係だってのは、ちょっと考えにくくない。まあ、ぶっちゃけそうだな。人気を維持しなければならないというプレッシャーや、もっと面白いことをやって期待に応えたいという欲求は常にあっただろう。知名度が上がればアンチや低評価も増えるし、望まずとも世間の評価や反応が目や耳に入ってくる。大人でもメンタルやられるんだもん。10代の多感な少年にとってはちょっと辛すぎる試練だよ。あるいは、もう少し精神的に成熟してからであれば、このストレスと向き合ううまい術なんかも身についていたのかもな。ともかく、大事なのは精神的に不安定な状態が続いていた。ってことだね。そういうことだ。そして、母親に向かってこんなことを話していた。時速40キロ制限の道路をスポーツカーで逆走した、時速240キロは出ていた、とな。いやいや、スピード違反ってレベルじゃないでしょ。もし本当だとしたら、一発免停コースだよ。当然、母親はこの少年の言葉を疑った。そんな運転ができるはずがない、ってな。あ、嫌な予感。スイッチ入っちゃうパターンじゃないの、これ。この少年の時速240キロの運転が実際にあったかどうかはわからないが、ここで少年は自分にならできる、と意地を張ってしまった。道路の逆走による衝突事故は、それから数日後のことだった。決して責める意図はないんだけど、その精神の不安定な状態を知っていて、家族は彼を止めたりはしなかったの。いや、それどころか必死に彼を止めようとしていたぜ。例えば、ご両親は事故当日の朝、あまりにも少年の言動がおかしかったので地元の警察に相談していたんだ。息子を拘束して精神鑑定を受けさせてほしい、ってな。拘束して精神鑑定って、かなりのことだね。逆に言えば、実の両親でさえその必要があると判断するほどに、彼は極限状態にあったんだろうな。それで、警察は、
現時点では違法性がないので何もできません、だとさ。あ、はい。まあ、もしこの時に警察が動いていれば、とは考えてしまうが、とはいえしょうがないことではあるんだよな。そういう相談に一件一件全力で応じていたら、いくら人手があっても足りないからね。わかっちゃいるけど、なんかこう、お役所仕事感が拭えないな。また、事故当日には家から出て行こうとする息子を、必死になって止めていたとのことだ。父親は彼が車を出そうとするのを、自分の車で進路をブロックすることで必死に止めようとしたんだ。絶対に行かせちゃならない、って必死さが伝わってくるね。にもかかわらず、彼は父親の車に何度も自分の車をぶつけて、強引にどかして走り去ってしまった。こうなってしまっては、もうご両親にできることはない。事前に様子がおかしいことに気づいて、警察にも相談して、家から出ないように体を張って止めて、ここまでしても止まらなかったのなら、これはちょっともう親御さんにできることはなさそうだね。少年が走り去った後、すぐさまご両親は州の警察に連絡を取った。だが、警察がこれを受けて対応するよりも先に、少年は時速160キロの猛スピードで高速道路を逆走し、対向車の SUV と正面衝突を起こしたんだ。対向車からすると、向こうから猛スピードのスポーツカーが突っ込んでくるの、恐怖以外の何者でもないだろうね。相手の車の中には、43歳の女性と、まだ幼い12歳の娘が乗っていたが、いずれもこの事故によって帰らぬ人となってしまった。2018年8月23日、午後4時頃のことだった。辛いなぁ。また、事故が起きたのは、ちょうど仕事から帰宅する人たちで道路がごった返しているところでな。合計で5台の車がこの事故に巻き込まれ、1人が負傷した。巻き込まれた人たちからすると、たまったもんじゃないよね。検視の結果、時速160キロで逆走していた少年の遺体の状態はひどく損壊しており、全身にかなりの鈍的外傷が見られたほか、四肢は右腕以外がほとんど切断状態で、左下肢に至っては完全に切断されていた。体の状態も気になるけど、精神的にはどういう状態だったことになっているの？こればかりは家族の証言しかないからな。正式な精神疾患の診断を受けた記録もないし、遺書も見つかっていない。つまり、本当に精神的に何らかの異常を抱えていたのかどうか、本当のところはわからないというわけだ。まともな精神状態だったら時速160キロで逆走なんて絶対しないでしょ。それはもちろんそうだけどな。薬物反応やアルコール反応も見つかっていないし、外的要因があったとも考えにくい。やっぱり、YouTube のチャンネル運営やゲーム実況に関わる何かしらが原因にある、と考えるのが筋だよね。かなり精神的に追い詰められていたのだとは思うが、とはいえ世間の反応を見る限り、彼に対する同情的なコメントは少ないな。まあ、そりゃそうでしょ。どれだけ苦しんだのかはわからないけど、自殺に他人を巻き込むなって話だもん。そこだけはごっちゃにしちゃいけないな。彼の精神的な苦痛や悩みがどれほどのものだったかは推し量れないが、それが迷惑行為の免罪符になるわけではない。甘つさえ、それで無関係の他人の命を巻き込むなんてのは、もってのほかだ。こういう事件を聞くと、やっぱり SNS とか動画投稿サイトって、ある程度は年齢のフィルタリング必要だなって思っちゃうわ。私も同意見だぜ。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。